こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。今日も新入社員の赤熊くんですね、赤熊くんが一緒に不倫について一緒に語っていこうかと思いますね。はい、ということで、私の動画では、不倫されている奥様もしくは不倫されている旦那様ですね、最近すごくね、この動画を見てくださってる方が男性も多くて、で、まあ、奥様に不倫をされて奥様出てったとかね、どうしようもないからどうしたらいいかわからないとかいう、そういうねメッセージもいただきますので、まあ、これからはその不倫されている奥様向け、もしくは不倫されている旦那様向けにもちょっと、まあ伝えていきたいなと思ってます。というのが、まあ多いんですよ、ダブル不倫。まあ前もねこういうこと言ってましたけど、ダブル不倫がね、まあまあ多くて、で、まあダブル不倫も多いんだけども、まあシングルマザーの不倫ね、まあよくシングルマザーの恋愛とかいろいろありますけども、シングルマザーの不倫も多いんですよ。で、この2つのね、ダブル不倫の、まあ人妻不倫ですね、人妻不倫とそのシングルマザーの不倫っていうのが、独身女性との不倫よりはまあ長引くんですよ、長引く。で、独身女性の不倫っていうのは、不倫お相手がね、不倫されてる旦那様のお相手、独身女性の場合っていうのは結構ね、ドロドロになることが多いんだけど、このダブル不倫とシングルマザーの不倫っていうのは、なんていうのかな、このサイレント不倫というのかな、ちょっとわかんない、シーンと長くお互いのメリットデメリットというのをなんかこう考慮してかなんかわかんないけど、まあね、その多いんですよね、そういうこう少しずつ愛を育んで、まあなんかどういう愛かわからないんですけども、そういったことが多いので、今日は不倫妻さん宛てに、動画をね撮っていきたいと思います。はい、不倫妻さん、この不倫男のこの言葉に気をつけてっていう動画を今日は撮っていきたいと思います。はい、ということで、まず一つ目、不倫男がねよく言う言葉だから、まあこれご覧になってる方がもし不倫をされてる人妻不倫の方なんであれば、お相手とね、その不倫してる男の人が既婚男性の場合っていうのが、まあよく言うセリフが3つ、まあ代表的なものは数あるたくさんある中で、この3つっていうのが多いので、その3つのこのセリフをもし例えばある一定期間、半年から1年ぐらいかな、まあ長いかな、3ヶ月から半年ぐらいか、そのくらいずっと同じこと言ってるんであれば、もう本当に次の自分だけの幸せというのをね選んでいただいた方がいいんじゃないかなって私は思います。まあ余計なお世話って言われるかもしれませんけども、不倫してる女性はね、まあ、私もね女性ですから分からんでもないんですよ、分からんでもないんだけど、不倫してる旦那さん男の人っていうのはある意味ちょっとまあずるいところがあるので、そのずるいところっていうのを今日はお伝えしていきたいなと思いますね、くまくん。はい、ということで、まず一つ目なんですけども、一つ目、もう離婚するっていう言葉を頻繁にあなたに言ってるんであれば、この旦那さんは嘘をついている可能性があります。はい、これまず一つ目なんですけども、これね、私は不倫されている奥様のカウンセリングを結構やってることが多いんですけども、まあ、たまに不倫してる旦那さんのカウンセリングであったりとか、自分が不倫をして奥さんが傷ついてるから、そのカウンセリングをしてくださいっていう旦那さんもたまにいますけども、まあ、主にその不倫されている奥様、旦那様に不倫をされている奥様のカウンセリングをしてます。まあね、話し合いとかもレクチャーとかするんですけど、このもう離婚するっていう言葉を不倫女性に言ってる旦那さん、まあ多いこと、まあ多いこと、ほんまに多いんですよ。でね、男性っていうのはこのもう離婚するっていう言葉、この言葉はね、どういう時に使うかっていうと、まあ私の川村データですよ、その男の人がね、このもう離婚する、もう離婚するっていう言葉を多く使うのは、これ今じゃなくていつかはっていうことの意味が裏に潜んでるっていうことを覚えておいてください。少なくとも3ヶ月以上、まあ、半年以上ですね、もう離婚する、例えばあなたがいつまでこの状態が続くのって、そのね男の人、まあ、既婚男性に言ったとしますよね。そうするとその旦那さんが、既婚男性が、いやいやいや、俺はもうその気でいるんだと、でいつかはもう離婚するから、もうちょっと待ってくれ、もうこの言葉めちゃ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 多いんですよ、本当に。
はい、でこういう言葉を3ヶ月以上同じ言葉を言ってるんであれば何のリアクションもせず、例えば家を出るとかね、まあ、ちゃんと離婚届を出してるとか、そういうことの証拠がつかめないんであれば、これはそのあなたがね都合のいい女になってるっていうことがあり得ますので、なんか自分の都合の悪いことは先延ばしする男の人っていうのは、いわゆるあなたがこの既婚男性と例えば、まあ、略奪してその結婚したにしても、こういう自分の目の前の嫌なこと、めんどくさいことから逃げる男の人っていうのは誰と結婚してもその状態が続くんですよ、うん、だからまずそこを、いやいや私と結婚したらそんなことは絶対ないですよなんていうことは絶対ありえませんから、そこをちょっと覚えておいてくださいね。はい、次2番目は、一緒になったら何々したいよねっていう言葉を、何かという不倫してる男の人がもしあなたの不倫相手だったらね、この言葉も不倫してる既婚男性がよく使う言葉です。もし一緒になったらねという言葉、なんで使うかっていうと、まあ、紛れもなくあなたをつなぎ止めておくためなんですよ。でね、まあ、こうやってつなぎ止めておくためっていうと、あ、私って愛されてるのかしらとか思う女性もいるんですけども、不倫の場合はそうではないということが多いですね。なぜかというと、よく考えてみてください。例えば風俗とかに行くんであったら、そちらの方でお金を払ってじゃないとそういう行為はできないわけだけども、不倫っていうのは、例えば俺はお前と一緒になろうと思ってるよって、まあ、ちょっと言葉悪いけど言うだけでそういうことができるんですよ。いわゆる奥さん以外の女性とそういう行為が言葉だけでできるっていうことなんですね。だから、まあ、今の状態、今のこのただでできる、ただでそういうこうね、こう下半身の処理ができるって言うだけの旦那様、これずっとその奥様、私奥様の不倫されてる奥様の方のカウンセリングをしてますから、その奥様が旦那さんとその不倫について話をすると、そうやって言って返すことが多いので、まあ、ちょっと不倫されてるね、まあ、もしこれもご覧になってる方が不倫されてる女性であれば、そういうことって多分聞かないと思うんですね。だけど多いんですよ。例えばその不倫されてる奥様が、なんであなたこんなことしたのって、子供たちにどうなのどうなこうのって言った時に、その言い訳がね、いやいやごめんと、無料で気軽にやりたい時にできるからやってしまった、もう別れるからごめんって、そうやって謝る旦那さんも多いということを頭に置いててください。私たち女性はそうやって、何その無料でそういうことができるからっていうだけのその扱いを受けるだけの女性じゃないはずなんですよね、うん、と私は思ってるんですよ。というか、やっぱりその不倫してる旦那さんが一番悪いです。どう言ったって、奥さんが旦那さんのことバカにしてるとか、旦那さん、まあ、奥さんが家事をしないとか、なご飯作らないとか、まあ、いろいろね言ってるかもしれないけども、一番悪いのは真ん中にいる不倫してる旦那様なので、違いに私はまあ不倫女性の悪口言ってますけども、でももう本心は一番悪いのは不倫してる男の人だと思ってますのでね。はい、ということで3番目、あとはお金の問題だけ。この言葉を言って、そうですね、もうこう段階でもう離婚する、一緒になれたら何々したいよねっていう言葉がその後に、あとはお金の問題だけなんだよって、いややっぱりでも子供もいるだろうって、お金の問題があるんだよ、なかなかそこがクリアできないと離婚できないんだよって、この言葉をまあ3ヶ月以上ステージが変わってね、3ヶ月以上言ってるんであれば、それはまあ離婚する気がないのかもしれません。でね、仮にたとえ本気で離婚しようと思ってたその既婚男性だったとしても、考えてみてくださいよ。お金の問題でその奥さんとね揉めてる男の人っていうのは、たとえあなたと結婚したとしても、あなたがうまくその旦那さんね、既婚している男の人を奪ったにしても、今度は今奥さんとの問題があなたの問題になる可能性があるよってことなんですよ。はい、
だからお金っていうのはその人の価値観というかその人の、まあ、言ったらだらしなさでもあるんですね。で、まあ、だらしないというのもあると思うんだけど、例えばその既婚している旦那さんが例えばその奥さんに慰謝料を払えないとか養育費を払えないとかいう男の人だったとしたら、今度あなたと一緒に生活した時にこれ生活費がもしかしたらままならないかもしれないじゃないですか。うん、ここをねしっかりと見極めてほしいんですよ。でもちろんその旦那さん既婚してる不倫してる男の人がその不倫してるあなたにとってねあなたに対していやいや奥さんがこういうね、金額例えば、法律の、まあ、義務ですよね、義務の金額以上のことを言ったにしてもそれすらその男の人は今までお世話少なくともお世話になった今まで愛情かけてきた子供や奥さんに対してそのお金さえも与えないようなそんな男の人だって、その男のその既婚不倫してる男の人のその心の器っていうのをね見極めてほしいなって思うんですね。なんでまあ別のねそのこういう不倫関係の動画を作ってるね男性の方もまあ、ちょいちょい見かけますけども、その方たちも同じこと言ってると思うんですよ。言ってるでしょ、結局不倫する男っていうのはまた不倫するんだよって、うん、だからその今の奥さんが悪いから俺は不倫したんだって言う男の人いるかもしれないんですけども、要はその人がその今の現在の奥さんとちゃんと向き合ってるつもりかもしれないけども、向き合ってないからそうやって逃げてあちこちで遊んだりするわけですよ。で、ね、私のこの YouTube の中のコメントでも、まあ、ちょいちょいねコメント見てください。いろんな方がコメントしております。好きにさせろやみたいなね不倫してる旦那さんもいますから、私たち女性は商品でもないし、ちゃんと私たちやっぱ不倫してる女性ももちろん不倫されてる私たち奥さんの方も幸せになりたいじゃないですか。やっぱり幸せになるために生まれてきたわけですから、ちょっとこう言うとねまたなんか説得してる河村さんなんか余計なお世話って思うかもしれないけども、でも私は本気でそう思ってます。なんかやっぱり不倫してる男の人が一番悪い、不倫っていうのは不倫してる男の人が一番悪い。でまあ2番目にまあどうかな、私たち奥さんも悪いこともありますからね、もちろんそこは私たち不倫されている奥様側も、私も今不倫されてないと思いますよ。今なんかうちの旦那さんね毎朝私コーヒー立ててちゃんとミルで立てて、まあ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 それはこっちに置いといて、夫婦問題っていうのはお互い様の問題なので、何せ不倫する男はまあちょっとこの締めくくりになりますけども、不倫する男っていうのは一度あることは二度ある、二度あることは三度ある、これは人間性の問題だっていうことを頭に置いて、私たち奥様もで不倫してるあなたも、でもしあなたはしてないかもしれないけども、ちょっとね賢く清く正しくって何が正しいか分からないですけども、自分にとってこれが満足のいく、生き方だということをね、心にちゃんと留めて自分の人生作っていってほしいなと思います。はい、ということでこの動画では私は不倫されてる奥様とか不倫されてる旦那様向けに、不倫をどうやったら幸せに解決できるかなっていうことをこの動画で伝え続けていきたいと思います。チャンネル登録の方よろしくお願いします。あ、コメントもねもしいただけたら嬉しいです。それではまた。